こんにちは、こんばんは、ボスコンくんちゃんのパパです。ちょっとね、今ボスコン撮影しているんですが、オフロードコースを走ったということで、だいぶ汚れております。オフロードコースって言うなよ、パパ。お前、ボス困った顔してるやんけ。で、今見てもらったらわかるんですが、全体的にブラックということで、こちら特別使用者のブラックエディションになります。パパ、そんな風に言わないで。おい、ボスが泣きかけてんぞ、パパ。やめたれ。年式の方が2017年、18年ぐらいかな。今年の6月でね、多分、5年になるのかな。で、足回りはこんな感じでね、18インチ履いております。パパ、そんな風に言わないで。で、海外でも人気のね、フルサイズモデルになっております。かなりね、やっぱりね、車体は大きいですが、ちょっとね、バンパーの方ね、汚れております。やめたれ、やめたれ、お前、パパ困った顔してんぞ、ボスが。スポーツモデルも用意しております。こちらね、今年の6月で、3年になるんで、約2019年、20年かな ?2019 年、20年モデルかな。やめろ、やめろ、私に振ってくんなって誰がスポーツモデルやねん。今年の6月20日でね、新車購入時からの1回目の車検ということで3年経ちます。お前自分の愛犬車に例えて楽しいんか、お前。怒んぞ、お前ね。聞いてんのか。こちらもね、ツートンカラーになっておりまして、ブラックエディションホワイトパールということで特別使用車になっております。やめろやめろ、お前特別使用車って言われるのは嬉しいけど、お前やめろって。で、特徴としましては、ミラーがね、垂れ耳ミラーになっております。ただの垂れ耳じゃボケ。で、LED ライトになっておりまして、こちらね、鼻見てもらったらわかるんですが、結構大きめです。ターボモデルです。僕を撮影しないで、クインちゃん撮影してよ。なんで私やねん、ボスを撮影してて、私じゃなくてボスを撮影してて、ばもう嫌やって車に例えられんの。で、スポーツモデルの方はね、やっぱりターボということで速いんですが、こちらのね、フルサイズ 4WD の方はね、スピードはそこまで速くないんですが、ディーゼルということで、やっぱりね、力強い、下からのね、トルクがかなり強いです。いや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 、車に例えられたくないよ。よし、ボス、私に任せろ。私がパパを車に例えたるわ。見てください、この服、もう塗装が剥がれ切っても、何十年前の車やと言わんばかりに、かなりこびりついております。心も冷め切って、そして。やめてやめて、もうみんなが喧嘩してんの見たくないよ。大体パパからさ、わけわからんトーク始めたねんからな。いつもみたいにボスコンくんちゃんトークしていたらいいのに、パパが意味わからんトーク始めたねん。現在サマータイヤを履いております。まだすんのかいって、お前もうこのノリ疲れたわ。お前どこまでこのノリ引っ張っていくの、お前もう限界やんぞ。てか、服着替えろよ。お前その服着替えろ、パパ。お前恥ずかしいぞ。ああ、疲れた。この車の乗りかなり疲れるわ。もうあとクインちゃん任したわ。クインちゃん頼んだで。私もこの乗り疲れた。もう残り5